はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回は新ガチャが来たぞということでやってまいりました。ということで来ましたね、ショータイムとブースターエピック、一気に来たなということで、もう月曜日に2つはやりすぎでしょということで、もうこれいかんでしょ。まあ今回この2つのガチャ解説していけたらなと思います。まあおすすめの育成紹介したり、まあ比較したり、まあ引くならどっちが良さそうかなっていうのを見ていけたらなと思います。ということで最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ではやっていきましょう。ではショータイムメンバー見ておくと、ベリンガム、モラタで、モメンタム、久保建英ということで来ましたね。まあハイライトもこんな感じでいるよと。次エピック見ていくとこんな感じ、プジョル、カシージャス、エジミューソンということで、こっからまあショータイムとエピック見ていこうかなと思います。はい、ということで1人目モラタですね。おすすめ属性こんな感じ、決定力2、ドリブル20、クイックインス20、脚力21、エアバトル23。では監督適性高い状態とブースター込みでこんな感じで、まあモラタはブースターシュートプラス2で、ボルコン決定キックフィジカルが上がってますよと。でまあ能力見ていくとこんな感じ、まあドリブルしか80乗して、まあ決定力2しか上げてないけど90乗るよと。でスピード85のキック90で、まあ瞬発高くて、まあボディバラ70乗せる感じで、フィジカルも80あるよと。でまあこの育成のポイント話していくと、まあとりあえずドリブルは80は乗したいかな。まああとに上げてボールキープ80乗せるのもありやけど、まあちょっと他のとこも上げたいなと。まあ決定力はもう90乗ってればいいんじゃないかなと。やっぱり脚力がこれ大事かなと。スピード85乗したいし、キック力やっぱ90乗したいね。でまあ瞬発も上げて、やっぱボディバラもせめて70は乗してあげた方がいいんじゃないかなと。でまあフィジカルも80乗ってればいいんじゃないかなということで、まあこの育成結構いいんじゃないかな。まあ逆足もしっかり、頻度高いの精度最高ということで、まあそこ結構いいですね。でまあスキル見ると、ヘッダーミドル、ワンシュワンパー、エアバトル、スパサブと、コンカ、アシューラ、ダブタとか、まあつけれればより良くなるんじゃないかなとは思います。はい、ということで次ベリンガムということで、その育成こんな感じ、決定力2、パス28、ドリブル21、クイックエース8、脚力28、エアバトル4、ディフェンス4と。まあ監督適性高い状態とブースター込みでこんな感じ。ベリンガムはもうどんな育成しても強いでしょ。まあいろんな育成があると思うんで、まあ、一応紹介するならこんな感じですね。でまあ能力見ていくと、まあ、ドリブル高くてパスもできて、決定力めちゃくちゃ高いね。今回のベリンガムめちゃくちゃ上がってますね。でまあ守備もしっかりあって、スピード85、瞬発80、キック力も高いっすね。でフィジカルも80あるって感じで、いやーめちゃくちゃいい能力してるね。でブースターは、モラタと同じシュートプラス2と、まあ、ドリブルはまあ11上げたいかな。ボールキープも90乗したいし、もうちょい下げてもいいかもしれん。パスはまあ85乗ってればいいんじゃないかな。まあ最悪80乗ってればいいかなとは思うけど、まあ決定力はまあ90あればいいでしょ。まあ守備はまあ余ったから上げたって感じで、守備全部80乗せるっていうのももしかしたらありかもしれん。まあスピードはまあ8は上げたいかな。でまあ瞬発も80は乗せたいんで8は上げたい。でまあフィジカルも80乗ってればいいかなって感じで、ベリンガムは全然育成は変えてもいいかなと思いますね。でまあベリンガムも逆足頻度高いの精度最高ということでいいですね。でスキルダブタイらしく足裏で特殊ダブタできて、ライズン、ミドル、ワンシュー、ワンパー、アウトスピン、インターセプト、逃走し、いやスキル元から優秀ですね。でまあつけるとしたら、まあスルーパーは絶対つけたいですね。でまああとはまあ守備系のブロッカーとかつけたり、OMF で使うならまあコンカもいいんじゃないかなって感じで。でこっからいろんなベリンガムと比較していきましょうということで、まずはショータイムのベリンガムと比較するとこんな感じですね。今回やっぱり決定力爆上がりしてるね。オフ戦とか上がって、まあキック力も結構上がってるねって感じで、まあより攻撃的になったベリンガムですね。まあドリブルも上がって、まあパスは下がってて、まあ守備系もちょっと下がってるとかあるかな。今回の方がいいんじゃないかなと思ったから、ベリンガムいっぱいいるな。指名契約と比較するとこんな感じ、まあ、やっぱりオフェンス決定力が目立つかな、まあ、それ以外勝ったり負けたりって感じかな。お次週間のベリンガムと比較するとこんな感じ、まあ、これと比べるとキック力が結構上がってるね。今回のベリンガムは、まあ、オフェンスドリブル系決定力キック力が上がってる感じかなって感じで、今回のベリンガムは今までのベリンガムとはちょっと違うタイプですねって感じで、まあ、ベリンガムはちょっと評価難しいな。はい、ということでショータイムラストは久保くんですね。まあ、このガチャで一番ヤバそうな選手ということで、おすすめ育成こんな感じ、決定力6、パスに4、ドリブルに8、クイックインスに9、脚力に11と。今監督的性高い状態ブースター込みでこんな感じで、まあ久保くんのブースターボールキャリーですね。ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコン上がってるとやばいね。これは能力見ていくとこんな感じ、ドリブル高くてパスもできて、決定力めっちゃ上がってるね。でまあスピードあって瞬発も高くてキック力も高い、ね、でボディバラもめちゃくちゃ高いよと。いやこれなかなかやばいんじゃない。
まあ、レベルは32と、まあ、もうちょい上がってほしかった感はあるけど、これは強いでしょ。で、まあ、育成のポイント話していくと、まあ、ドリブルは8でいいかな。まあ、全部9で乗ってるんで、8以上ありやんでいいと思うかな。まあ、モメンタム持ってるんでね。まあ、モメンタム大体8ぐらい上がってるんで、まあ、8上げとけばいいかなと。でもパスも8で乗せればいいかな。で、決定かやっぱ9で乗したいね。まあ、カーブも8で乗るんで、まあ、6上げはしたいかな。まあ、スピードもしっかり85までは持っていきたい。で、まあ、瞬発もある程度上げておけばいいのかなと。まあ、この育成結構いいんじゃないかなと思ってます。まあ、久保くんは適性も広くていいですね。逆足は頻度がやや低いで、精度普通。もうちょい高ければ嬉しかったですね。で、まあ、スキル見ていくと、ダブター、シューラ、モメンタム、コンカ、ミドル、ワンシュー、ワンパス、ルーパー、ピンポイントグラス、アウトスピン。もう完璧やん。何このスキル構成。もう最高ですね。もうこれで使えるよね。十分これでいいって感じで。まあ、エラーシコスキルで特殊ダブターとか面白そうかな。まあ、ワンシューとかもつけたらいいのかなって感じですね。まあ、何もつけなくても使えるでしょ。なんなんこのスキル。めちゃくちゃいいやん。まずは過去の久保くんと比較していきましょう。まずは前のショータイムの方と比較すると、まあ、大体こんな感じ。今回やっぱ決定力めちゃくちゃ上がってるね。これ結構でかいね。最近やっぱ決定力大事な気がする。で、まあ瞬発ボディバランも結構上がってますね。まあそれ以外はちょっと負けてたりって感じですけど、まあ今回方が強いですね。モメンタムもついてるからね。で、まあ今回の久保くん CF 本適性になってますね。まあこれも結構でかいんじゃない？久保くん2トップとかなら使えそうだし。次、ビッグタイムの久保くんと比較していくと、大体こんな感じ。これと比較すると、まあドリブル、決定力、瞬発ボディバラが上がってる感じ。まあでも今回の方が強そうかな。次ちょっと髪の子メッシュと一回比較してみようかな。まあさすがにちょっと負けてるかもしれんな。まあオフェ戦負けてて、ドリブルも負けてるか、まあ、パスも負けてて、まあただ決定力は結構近いね。まあ、キック力も10マイナスか。まあ、スピードはちょっと勝っててって感じで。さすがに負けてる感はあるけど、このビッグタイムブースターメッシ、なかなか頑張れてるんじゃないかなと思ったかな。スキルも優秀やからね。で、モメンタムついたから、ドリブルも上がるって考えたら、まあ、悪くないんじゃないかなと思ったかな。って感じで、いや、今回の久保くんなかなか強いと思うけどね。で、まあ、このアルゼンチンのビッグタイムメッシとかと比較すると、これ結構近いんじゃない？まあ、オフェ戦は負けてるけど、まあ、ドリブルも近いし、まあ、モメンタムあるんで多分勝ってるし、まあ、パスもそこまで差はないし、まあ、決定力もそこまで差はない。でもキック力もあんま変わらないし、スピード勝ってるし、瞬発ボディバラ上がってるし、だからもうこれ実質このビッグタイムメッシとブースターメッシが使えるってことやからねって感じで、ちょっとこれ欲しくなってきたな。はい、ということで次ブースターエピック見ていきましょう。ということで1人目プジョル、おすすめの癖こんな感じ。パスにクイックスに脚力に5、エアバトルに8、ディフェンスに14。でまあ監督適性高い状態とブースター込めでこんな感じ。なかなかいい能力してんな。で能力見ていくと、まあ、足元はまあそこまで高くはない。守備能力よこれ。全部95を超えてきて、守備意識アグレッシブネスが99で、ボール出して101、これやばいでしょ。スピシュンしっかり80乗ってるんよね。でもフィジカルも90あるって感じで、プジョルこれやばくない？まあ、身長が178と、そこさえ気にならんかったらもうこれめちゃくちゃ強いでしょ。右サイドバックもできるんで、ワンチャンそっちもありかもしれん。まあ、スタミナもあるしね、全然右サイドバックの僕は使うかもしれん。まあ、身長低いんで、まあ、ちょっとここ足伸びんかっていうのはあるかもしれん。まあ、そこだけかな。ジャンプも高いんでね、空中戦なんとかなると思うし、まあ、最近クロスゲーとかもまあそんなないし、空中戦においての身長はそこまで気にならんと思うんやけど、やっぱ足伸びるか伸びんかっていうのは大事やからね。まあ、そこだけかな。でプジョルのブースターデュエルプラスに、これめちゃくちゃいいですね。でスキルはヘッダーマンマークインターセットブロッカーエアバトル、いいですね。いいスキル持ってますね。はい、ということで次カシージャスですね。おすすめの育成こんな感じです。 GK120 GK223 GK328 と、でまあ監督的性高い状態とブースター込みでこんな感じ。能力見ていくと GK センス94、キャッチングが85のクリアリング89、コラプシング95、ディフレクティング90と。でまあ GK2 を結構上げたのはやっぱりディフレクティング90は乗したいかな。まあ、身長もねキーパーにしてはちょっと低めなんで、まあ、ディフレクティング上げた方がいいのかなと。でまあコラプシングはやっぱ95のしたいかな。まあ、8しか上げてないんで全然いいかなと。まあ、普通に能力であるけど、まあ、身長185っていうのがちょっとあれかもしれない。まあ過去のカシージャスと比較していくとこんな感じ。まあ、GK センスプラス5でそれ以外負けてますね。まあ、過去のカシージャスでも全然いいかなと。で過去のカシージャスがめちゃくちゃ強いからね。まあ、こっち見ていくと GK センスプラス4、コラプシングプラス2でそれ以外負けてると。次チェフと比較していくとこんな感じ。コラプシングプラス1でクリアリング同じでそれが負けてるって感じですね。チェフ持ってたらまあチェフでいいですねこれは。感じでまあカシージャスに関しては元々のエピックが強かったからね、まあ、そこまで強くはなってないかなって感じですね。はい、ということでラストエジミューソンということでおすすめ癖こんな感じ。パスに4、ドリブルに1、クイックエンスに8、脚力に10、エアバトルに4、ディフェンスに11。
今監督適正高い状態とブースター込みでこんな感じ。いや AC ビューストこれなかなかやばいでしょ。能力見ていくと、まあ、足元高くてパスも普通に高いね。守備系もアグレッシブネス以外は全部90超えてるよと。でまあスピード89、まあ、テンハグ使ってたら90乗るようにしておきました。最近やっぱスピード結構大事に感じてきたよね。瞬発もしっかり80乗して、まあ、フィジカルは4しか上げてないですね、まあ、最近フィジカル別になくてもいいかなとか思ってるんでそんな上げてないですね。スピードを89乗してテンハグ使って90乗したいなと思ってしまった。瞬発も80乗したいって感じで個人的にはこの育成結構いいんじゃないかなと思います。でエジムースのいいとこはアンカーで DMF できてセンターバックをできると。これやばいでしょ、まあ、センターバック育成にすると、裏走口103いきますね。この育成してもらうと、まあ、センターバックで裏走口103と、まあ、裏走口高いからといっては強いとは限りませんけど、デイジムースのブースターもデュエルプラス2ですね。で、スキルはヘッダー、マンマーク、インターセプト、エアバトルと、ブロッカーつけたいかなって感じですね。過去のエイジムースと比較するとこんな感じ。いや、これは圧倒的上位互換やな。前のエイジムースもね、ま、悪くなかったよね。スキルがちょっとあれなだけで、ま、能力で言うと悪くなかったんですけど、ま、それより結構強くなってますね。で、スキルもしっかり強化されてるんで。まあ、今回のジムソンはなかなか強いんじゃないかなと思います。前来てたブースタージューベルトシューバーと比較するとこんな感じ、まあ、ボールキープが結構負けてるね、まあ、フラパが結構勝ってて守備系はちょっと負けてるけど、まあ、キック力スピード瞬発ボディバラが上がってるよ。これに関してはちょっと好みは分かれそうかもしれない感じで、まあ、これに関してはまあどっちもいいって感じかな。まあ、エジミルさんやっぱセンターバックで使えるのがちょっとでかいかなとは思うかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー今回のガチャ評価難しいね。これは絶対に引けとは言えん感じかな。今回に関してはどっち引くかってやれたら僕ならこっち引いちゃうかもしれん。やっぱ久保くんがこれ結構いいと思うかな感じですけど、僕的には木曜まで待っていいと思ったから今速攻で引けって感じではないですね。これはまあいいとは思うけど、まあ絶対に引けレベルではないですねって感じの評価です。ということで、まあ皆さんの評価も良ければ教えてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。